50 years of competition, 50 years of road cars activities, 50 years of technology, 50 years of war. フェラーリの50周年を記念する車 F50 は95年3月ジュネーブでその全貌を明らかにした。それはまさに公道を走る F1 と呼ぶにふさわしい車であった。3ヶ月後の95年6月我々はいち早くこの世紀末的スーパーカーに接触する機会を与えられる。フィオラーノでこのカンバの見事なまでの調教ぶりを見せつけてくれたのはフェラーリのチーフテストドライバーダリオ・ベヌッツィであった。その後カーグラフィックの高平副編集長自らもステアリングを握りこの車の異次元感覚をリポートしてくれた。96年1月13日矢田部の日本自動車研究所テストコース、ここに日本上陸第1号の F50 が初めてベルリネッタルーフをまとってやってきた。349台限定の第19号車。カーグラフィックではこれまでにあらゆる超高性能車をテストしている。おなじみのフェラーリ F40 は0-100km 4.7秒、最高速は軽く300キロをマーク。ルーフ CTR 0-100km 4.4秒、最高速は294キロを確認。ブガッティ EB110 四輪駆動のトラクションは絶大で0-100km 3.5秒をマーク、最高速も 309.5 キロに達した。最後のフラット12 5リッター428馬力のフェラーリ 512TR は0-100km 5.3秒、最高速 293.4 キロ。ランボルギーニの意欲作ディアブロは0-100km 4.7秒、最高速275キロ。ついに鈴鹿で実現したターボ F1 のテスト。マクラーレン MP44 ホンダ当時の開発ドライバーエマヌエル・キロは0-100km 2.8秒のロケットぶりをあっさりとマークしてみせた。そして95年2月ゴードン・マーレー自ら F1 と名付けてはばからぬマクラーレン F1 もカーグラフィックの訴状に乗ることになった。そのパフォーマンスは0-410.8秒、0-100km 3.7秒、そして最高速は335キロという驚異的なものであった。フェラーリ F50 眼目のエンジンは1990年の 3.5 リッター F1 フェラーリ641がベースであり、シリンダーブロックは鋳鉄製である。 4.7 リッターに拡大されたこの65度 V12 は8000回転で520馬力を発生する。そしてこの V12 は F1 さながらにサスペンションと一体化されカーボンシャシーにリジッドマウントされる。カーグラフィック3月号のための F50 テスト、いよいよ注目の加速テストに入る。仕上げは最高速
6速ギア8300回転、実速306キロ。この時スピードメーターは320を示した。ヤカベではこれ以上は無理と判断、テスト終了とした。最大の関心事である加速テストのデータは次の通り。スタートからホイールスピンをコントロールし、2速にシフトアップすると同時に時速100キロ。それに要するタイムはわずかに 4.2 秒に過ぎない。そしてスタートから400メートル地点に到達する04は 11.9 秒をマークした。